とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー5周やっていきます。今、朝です。朝は、出にくいんだよね。朝は、まあ、少し前の動画で言ったんだけども、朝出にくいのよ。夕方から夜にかけてが出やすいので、まあそこまで期待できないかもしれない。でも、もう毎日のもうルーティンなのよ、このね、回るっていうのは。なので、今日もやっていきます。よろしくお願いします。5周だね。まずは1周目、何が出るでしょうか。お願いします。そこそこいいのはね、溜まってきてるんだけどね。おお、ああ、いきなりハズレが見えた。いきなりハズレが見えたよ。どうしてクールダウンつかんかな。イカとね、影は、すごい狙ってるやつなんだけども、出ないもんね。ほんと2日に1回出るかどうか。それぐらい。なかなか出ない防具だね。で、エンチャントは、まあ、クールダウンが1個ついてれば、まあ採用なんだけども、まあすでに持ってんのよ。だから、まあ3つぐらいいいのがついてくれればいいと思うんだけども、これではダメだね。うん。まあ防護と、雷フォーカス。これは良かった。一番左にクールダウン欲しかったな。うん。あとはいらないね。これ売りましょう。はい。ということで、残り4周、頑張ります。2周目、来ました。いっちゃいましょう。ガントレット使ってみてたけど、ダメ。全然ダメ。ガントレットダメだったね。やっぱり、今回はね、リーチが長くないと、ちょっと厳しいよ。なんで俺ガントレット選んじゃったかな。まあいいです。クリアはできました。いけ !2 周目は、何が出る?あー、固まった時って意外といいの出やすいんだけどな。ダメか、ヤギね。まあ、もともとクールダウンはついてるけども、エンチャがまるでダメだね。まるでダメ。いりません。スライサー、あ、いらない。カリュードももちろんいらないね。いや、全部いらんな。それが高い。いや、どれも一緒か。どれもそう大差はないよね。うん、ヤギにして売りましょうかね。はい。では、3周目、お願いします。それでは、3周目来ましたね。よし。どうだろうか。よし。次のボスの予想しとこうか。次のボス、あ、いや、でも2回連続こいつだったか。でも戦う場所がここだから、テンペストゴーレムはありそうにないんだよな。邪悪な村人の王、いや、どうしてもなんかゴーレム系が次来そうだな。ゴーレム系が、なんでまだこの前と同じくカジマのあのゴーレム、あれがまた来そうな気するよね。どうだろう。まあまあ、とりあえず、行ってみましょう。お願い。なんか来て。にゃー?ああ、にゃーというのは、これだ。これだったね。いらない。剣もいらない。オートクロスボウもいらないんだよ。いや、いらんよね。うわ、いらない。オートクロスボウ売りましょうか。いや、点でダメだったな。次、期待しときます。
4周目いきましょう。どうだろうね、今回はもしや外れなのか。全部頼む。まあ朝っていうのもあるからね。どうでしょうか、あまり期待しない方に行った方がいい。期待しない方が出るから。お願い、何が来る。あー、入るときお願いって言ったのが良くなかった。なんかそんな気がする。スプラウトダメ。まあお供え物には俺結構スプラウト使うんだけど、わざわざタワー報酬でもらうまでもないな。イカの防具、やっぱ発光するイカと比べると全然だな。まあどっちともクールダウンがついてなかったから、まあもともとダメだったんだけどね。では不滅使えるやつかな。どうだ、流れ込む魂がついてれば当たり。ついてない、外れ、外れです。いらんねえ。いやいらんいらんいらん、売りましょう。ということでラスト5周目いってきます。それではラストです。5周目このまま何もなく終わっちゃうのかい。そんなことはないでしょ。頼む、出てください、お願いします。どうだろう、なんだかな。いやーダメだな、今日ダメだ。もう全部ダメだ。よろしくないっすね。ダメ、キツネにして売ります。ダメだ。はい、ということで今日も募集やっていきました。残念ながらいいのは出なかったね。まあそう簡単に出るものでもないしね。体感としてそうね、15回とかそれぐらいに1個いいのが出るかなっていう感じだと思います。まあ5周ぐらいではちょっと難しいね。まあとりあえずまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。